こんにちは。今日は電力ないない神話についてお話したいというふうに思います。原子力発電所の総発電量は日本の総電力の3割を占めている。したがって原子力発電所が動かなくなると電力が足りなくなるという話がございます。しかしそうではないと。もともと原子力発電所というのは稼働率は5割から6割でした。で今では54基中動いているのが10基ぐらいじゃないでしょうか。そうすると来年の夏再稼働をしなければですね、野田総理は電力が足りなくなると言ってるわけですが、そうじゃないと、大丈夫だと、原発が動かなくても電力は足りるということを今日はご説明を申し上げたいというふうに思っています。で3月11日の震災発生以降ですね、計画停電というものがいち早く発表されました。大変なことになるぞと、 25% 削減だというようなことが言われた。で私はですねその時に何かおかしいなと思ったわけです。で、電車も動かなくなって、これはもう世の中の人たちは夜本当に歩かなくなっちゃいましたね、一時期で。国土交通省の鉄道局の偉い人にですね、そんなに電車って電力使うんですかとお聞きしたらば、東京電力管内で鉄道が使っている電力量というのは総供給量の 2-3% ですと、こうおっしゃったんですね。その 2-3% のためにですね電車が動かなくなると、これは日本の経済やあるいは国民生活に大変な打撃を与えると、おかしいというふうに私は思ったので、資源エネルギー庁に対してですね、今東京電力が動かせるとあるいは動いているという発電所の一覧表を持ってきてくださいと、発電機ごとに持ってきてくださいということを申し上げて作っていただいた資料がこちらでございまして、当初こうちっちゃくて画面では分かんないと思うんですけど、アップしますんで後でよく見ていただきたいんですが、この右下にですね4650というですね、数字が出ています。4650万キロワット提供できますということを、これがギリギリですと、夏のこれ夏ですよ、今年の夏こんだけしか提供できませんと、供給できませんと、こう東京電力あるいは経済産業省は言っていたわけですね。それは違うでしょうと、よくよく見たら用水がカウントされてませんねと、あるいは広野の火力発電所はどうなんですかというようなことを私がいろいろお聞きしたと。そしたらばその次に出てきたのがこの2番目の資料でですね、これには5200万とこうあっという間に600万上積みされました。それでも広野の火力発電所は動きませんということでございました。で私は当時経済産業大臣であった海江田経済産業大臣に広野の火力発電所をどうしても視察をしたいと、どうしても行きたいということでですね、海江田経済産業大臣に東京電力の方に話をしていただいて、広野の火力発電所を視察を仲間と共にさせていただいた。でその時に発電所の所長にですね、この発電所はいつ復旧しますかと、いつ動かせますかということをお聞きしたらば、7月には全5機必ず動かしますというふうに発電所の所長さんがおっしゃいました。380万キロワットです。で、そのことを本社にはお伝えになられてますかということを私はお尋ねしました。これからですというふうにおっしゃいました。で、そのことを私も東京電力並びに経済産業省にご報告を申し上げた。そしたらばその次に出てきたのがこの5600万キロワットというですね、この夏の電力供給量5600万キロワットを広野が動きますということになったということでございまして、これで今年の夏は乗り切ったわけですね。で原発を動かさなければ大変なことになると、電力がないぞというのはこれ神話です。
原発が動かなくても揚水や他の火力あるいは水力をフルに使っていく、動かしていくことによって十分に電力供給はできますし、さらに、最近はガスコンバインドサイクルというですね、天然ガスを使った火力発電、この天然ガスというのは埋蔵量が360年分あるというふうに言われている。さらにアメリカではシェールガスという天然ガスが発見されて、値段もものすごく安くなっているということで、さらにもう一つ CO2 の排出量が石油石炭に比べて2分の1、3分の1というですね、優れもの。さらに、この天然ガスのコンバインドサイクルは、ジェットエンジンを使って、お湯を沸かしてタービンを回すと、さらにその熱ですもう一回、発電をするというですね、一粒で二度おいしい、熱効率は6割だという大変に、優れものの発電でございまして、原子力発電は熱効率3割、7割の熱は海に捨てちゃってるんですね。そもそももったいないんです。この天然ガスのコンバインドサイクルというのは環境影響評価を含めても 2,3 年あれば あっという間に設置できるという、大変に、設置費用も安い、優れた火力発電ですから、これらを原発に代替していくということによってですね、私は電力供給は本当に大丈夫だということをですね、今日はお話を申し上げたいというふうに思います。資料は後ほどじっくり見ていただければと思います。ありがとうございます。 ありがとうございますと一回終わってしまったわけですけれども、もう一つ今日は案内がございます。22日締め切りで、東京電力福島第一原子力発電所1号機マーク1型の事故時運転操作手順書、そして渋谷アクシデント時の事故時運転操作手順書、これを経済産業大臣に東京電力に対して提出命令をかけていただいて、国会にご提出をいただきたいという期限が今日でございました。先ほど経済産業省の方がお見えになられて、ご報告をいただきました。まだ科学技術イノベーション推進特別委員会の理事の先生方に全て説明が終わっていないということでございましたので、詳細はまた来週ご報告を申し上げますけれども、結論から申し上げると事故時運転操作手順書の提出は10月になるということでございました。まあ10月ちょっと、期限が延びましたけれども、10月には事故の原因の徹底究明に向けて大変重要な資料が公表をされるということになろうかというふうに思います。これもご報告を申し上げておきます。